Ladies and gentlemen. ちょうど200回目なんですよ。なんかすんの？なんかお祝いのケーキがあるとか。なんかですよ。今日のお弁当カツ丼ですから。あ、そうなの。はい。200回どうもありがとうございました。ない。そんなのない。花束どころか花びらすらなかった。いや、わからんで。終わったかな。終わってから、終わってから、楽屋帰ったらなんかあんねやろな。いや、その気配はないですよ。でもなんかあれでしょ、その俺なんかは全然変わってないやんか、昔から。お前はどんどん、ほんまどん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 偉そうになっていく。なんでや。俺はここ200回、なんでやねん。200回記念として俺はお前にそれを言おうかなと思って今日出てきた。なんで俺が偉そうなの。ピシッとしたところで言いたかったから、ちゃんとまあネクタイもして。いやいや、お前いつもや、いつも言いたかった。いつもすごい。本当にあの番組始まった頃からだいぶ変わりましたよね。全然変わってないですよ。全然変わってないですよ。まあもう変わってる。俺はほんまに変われへんから、デビュー当時から。いや、そんなことないわ。そのまんまやもん。いや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 、やっぱ態度が偉そう言ったら、やっぱお前の右に出るもん折れへんと思うわ。今芸能界で織田裕二かお前か。ね、若い子でもなんか嫌なんですよね。何が？こう、まあ、自分で言うのもなんですけども、まあ、そこそこ売れたじゃないですか、うん、でその今若いコメディアンの子いっぱいおるでしょ、うん、まあ、そいつらにも追っかけがいるんですよ。おそらくおるでしょ。おるでしょ、うん、でこの追っかけのやつがね、結構ムカつくんですよ。それを僕も見た時に今に抜くわよ。いやいや、口に出して言うてるわけじゃないじゃない、別に。あれな、あれほんまやめてほしいよな。俺ガキをガキで入るときに、 あれどこやったかな、何サンモール、サンモールバーッと見て、あのサンモールの階段バーッ降りていったらね、うん、シェッツって言われてるのね。チーに A にチーやねん。シェッツやもんね。ほんでシェって言われて、あれ俺に言うてんのか、俺に言うてんのか。そんなんあるか。いや、まあ俺のファンならやむを得ないことでしょ。なんでやまあまあそういうことでしょうけどもね。いや俺その若いやつのね、追っかけのやつがムカつくねん。ほんま腹立つねん。すごいよ、でも今あの大阪の若いやつでも、俺バーッと歩いててもへぇー言いながら素通りや。え、俺ハマちゃんやのに。サッカー良かったですね。どないやねんお前。どうよあれ。いや、だから何がどうなん。だから僕は嫌いやから、うん、もうこれで最後にしてくれよっていうつもりで見てたんですよ。もう俺はもうやったー今と飛び上がったもん俺。どんな感じで。もうほんまにみんながっかりしてたけど、あのね、結局予選なんですよ。それをみんな忘れてないか。いやだからあっこクリアせえへんかったら本戦にはいけないでしょ。ほら漫才コンクール予選。何を言うとんの。いやでもそれと同じ感覚でしょうに。漫才サッカーの予選はすごいことで、なんや漫才はなんや、予選通っても大して自慢にもならんてか。いやいやいや、でもちっちゃい班やん、大阪やん。お前どこ行くねん。予選で何必死なってんねん。何がいいな。本戦で友情を競う時にこっちみんながガー盛り上がるのはこれは分かると。でもアジアの予選に立ってあんだけの試合していかなあかんわけでしょ。あんだけの試合でどんだけの試合やねん。いやだから大しておれへんやないか、まあ、イラク、イラン、韓国、あなんじゃ、なんでそういつつか6つしかあれへんやないか。それに勝つことしたわしらの時いっぱいおったやないか。トミーズおったし、お前え、ハイヒールおったしやな、お前銀次政治もおったからどないやっ
ちゅうねん。そんなんどうでもええわ。もう腹立つねん。もう女はほんで特にもう高校野球でもあのねえ自分の高校出たらもうぐー泣きながら応援しとんねん。普段からそれぐらい応援せえっちゅうねん。予選のやってる時みんなが前学校終わって必死でグラウンドで練習してる時もバイバイって入ってくるねん。いざ甲子園出てる。いやいやまあそれはわかる。せやろ、それはわかる。いやサッカーってルールようわからんわ。そんなんで怒られてもじゃない。それはお前のせいやろ。オフサイドってなんやねん。もう怖いわ。いや全然わからんわ。見てて別に怖ないやろ。オフサイド言われたらええって思うわ。もうドキドキするわ。もうあんまりそれとあのおっさんもなんやこうやって書きよるやん。こう台つけたらいいのに動きにくいやんけ。こんなの台つけてやらしい。なんかやらしいで、あれなんか女引っ掛けてるみたいやんか。浜田さんの首についているでっかいほくろは何なんですか。あ、これですか。浜田さんに何の得があるのですか。いや別に得も何にもないよ。なんか例えばハイジャックガンガンおて首にお風呂のあるやつだけ降りろって。そんなことまずない。それはないんでしょ。こんな、なんでこんなついてんねん。何やねん。じゃあ、いる、あ、何しろ。なっちゃうみたいなことすんな。怖いわ、ほくろって。なんなんだよ。なんでやねん。ないやろ、全然。え、あ、全然ないやろ、ほくろ。ほくろないけど、なんか皮膚病みたいな。内臓悪いんか。今、客席からむちゃくちゃって。今、彼、いいこと言った。まさにその通り。彼女も泣くわ。何や、静かに。それはお前の判断ね。それ静かになったんは。そこは笑うとこや。なんで、なんで彼女とか言うたらマジになってしまう。静かって聞いたんですよ。なにまっちゃんはハーバード大学卒であることを隠しているんだ。あしゃだら。やめんなよ、こら。これはね、もう本当にね、シャレんなぁ思いましてね。何げ、それを言ってしまうとね。あ、どの花が言うてんねや。花は言うてへんやないか。花花言うな、もう。彼女も泣くわ、もう。2回目、2回目でちょっと。まっちゃんの右肩に乗っているその小さな男の人は誰ですか。絵も描いてるんですけど、こんな人。おっさんやん。おっさん乗ってんの。おっさん乗ってますよ、ちっちゃい。でもそれみんな言いますけどね、その守護霊みたいなもん。守護霊、みんなはみんなおる。ただ俺に乗ってんのは守護霊とかじゃなくておっさんですけどね。どれぐらいのおっさん。そんなんあんの。え、そんなんあるの。そんなんあんのってどういうこと。この辺まであんの。いやいや、この辺ぐらいまで。いや、増えてるわ。こんなおっさんですよ。今ちょうどここ頭のとこです。いや、メガネずれるからね。自分でやるだろ、まあ、お前がこうやったんのか。まあまあ、やんねえよ、それ。まあまあまあ、吹いたとおり。3年ぐらい前から私の家の洗濯物がよくなくなるので困っています、うん、警察で相談に行ったらそれは外に干すから盗まれるのです、家の中で干せば盗まれませんと、つっけんどに言われました、うん、この下着泥棒を私はどうしても捕まえたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。でもやっぱそれ言われたらしゃあないんちゃいますか。だからおいらほらよう中学の時やったんか。は、パンツ泥棒。知らん。2人でやったやないか、リーダー。え、リーダー。お前はいつも夜誘いに来てもう行こうか言うから俺もシャイナスに行ってたやないかよ。お前ほんま汚いな。俺ほんま汚いって言
考えない。言ったでしょ、中学の時に。はいはいはい。その時に、うん、その時の僕らの失敗をこの子に教えてあげればいいんですよ。ああ。だから川田の家行ったでしょ。犬飼うたらええの。そうなんですよ。川田は犬を飼ってたんだ。干してる下にね、犬がいたんだ。そう。この犬がやばい。あいつが邪魔になって取られなかったよ。犬は好きやけどね、あの、ああいう時はね、ああいうとあの川田の犬だけは殺したかったわ。すごいな、もう川田川田言うな、もう。あの取る時あの釣り竿を用意した方がよろしいよ。こんなんなってる。一応こんなんつけて。そんなまたもうだんだんほんま嘘ばっかりついてって思ってるでしょうね。いや、ほんまや。ほんまに二人でこうやって撮ったんやん。今でも別にやるで。やるか。あ、そうですか。もうほんとまたって初めて聞きましたよ、腰痛い。ちょいちょい腰痛い。ああ、ああ、それ言われたら本当のことで言うと、うん、僕今日一番あの楽な姿勢でトークさせていただけるならですね、うん、こういう感じです。大丈夫、 OK、 OK。 いや、しかし急に寒なったよね。寒なった。もうなんや、着るもんがもう待ちます。立つんかい、立つんかい。いやいや、もうなんででしょう、腰の理由がね、ちょっとよくわからないんですけど。あ、そうですか。まあまあ喋る分には、うん、まあ5本はちょっとでもほんまきつかったね。ごめんなさい、ちょっと全然関係ないんだけど、うん、補助率どうなの。まあまあそれだけたくさんの人に見てもらえればいいんじゃないかって。いや、まあテレビには映ってないんだけど、通路にね、うん、パイプ椅子並べて座ってるんですよ。修学旅行思い出すやろ。この間ゆっくりしていって、あのほらガキでかなり言うたでしょう、ゴミ袋の出し方の問題について。でこの間フジテレビで加賀さんに会ったんですよ。はいはいはい。加賀さんに会ったというか、楽屋僕がおったら、どん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 って来て、ガー開けて、ゴミ袋のこといっぱい入れて言ってくれて、どうもありがとうね。あ、そうなんや。そうやん、あの人いつもありがとうね。まあいろいろ問題あるけど、それはやらないとねって言われて。俺逆やったな。あ、そう。俺たまたまパッとあの加賀さんの楽屋開いてたから、トイレ行こう思ってパッと通った、はい、鏡越しで、あーとか言って、会いたかったの、呼んでよ番組にとか言われて。俺なんてね、もうガンガンガー言われるから、もうどうしていいかわからんから、おはようございました。何やほんまや、終わったんかい。でまあちょっと言い過ぎたなと思ったんだけど、だいぶ経ってから、なんかあの着物に着替えてきはって、うん、で後でまた楽屋コンコンって来て、めっちゃ私可愛いって言うてフォローしに来たんですよ。一応フォローなんや、ね、何が可愛いんじゃこれは、うん、いや俺はもう全然。いやでも綺麗な人ですよね。いや、あの人でも変わってないもん、若い時から。まあまあまあ、まあ、まあ変わってないですね。え、写真見たのね。あなたあんまり曲とか CD とか聴かないでしょ。あんま聞かないね。聞かないでしょ、うん、僕前よく長渕剛って昔はよく聴いてたんですよ、うんうんうん、で今回出たアルバム聴、うん、いた。いや聴いてへん言ってるよ。あのね、キャプテン、なんか CD のタイトルはね、キャプテンオブザシップっていう CD なんですよ。長渕剛の、うん、でその9曲目にキャプテンオブザシップっていう曲があるんです、うんうん、そのタイトル通り、うんうん、これが13分あるんですけど、はいはいはい、ずっと怒ってるんです。それはどういうことなの、怒ってるっていうのは。それはどういうことなの。ずっと怒ってるんです。いや怒ってるっていうのは、だから僕ね、あの最近聞いてなかったんですよ。で昔よう聞いてて、うん、で最近また新しく出たっていうのを聞いて、うん、まあ、新幹線で移動中に、うん、あ、なんか聞こうかな、ちょうど僕 CD ウォークマン持ってましたから、うん、近所で買うて、うん、あ、駅でかかったんですよ、うん、どこでもええわそんな、うん、で聞いてたら、うん、すごいのよ、うん、お前は自分の道を行きよう、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 行き
串も何もないわけ。もうすずっと言うけんねん。それ13分言うてん、うん、やれ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 。俺新幹線で聞いてて。別にそんなもんやれんやろうけど。お前こう一回聞いてみて。すごいよほんまに。そこまで言ってるか。私あんな歌聞いたことないです。これ何の予備知識もなく新幹線でバーって聞いてたよ。あ、最初のね13分のうちね最初の5分ぐらいはねまあまあ普通の歌なんよ、うん、なんとなくこうもう歌おうとおうとしてたんだよ。急にそれが始まる。そんなら急に生きろ生きろ生きろ。そう歌詞カード見るでしょ、うん、ザー書いてあんのに生きろ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 。お前が行くから道になる。藤子ちゃん。なんでや。それはないよ。藤子ちゃんはないやろ。でももう信者はもう次元五右衛門って言われて。そのノリの雰囲気で。いやーこれはねかなりショック受けましたね。どういう意味のショックなの。だからこれだけのテンションをどうね、さその録音スタジオでね、まあその中でねガラスのこっち側でカーやってるわけでしょ。そのムードだどうなんやろ。みんなそうやけどほら笑ったらいかんや。絶対笑ったらあかんやん。多分こうやって聞いてんねんけどここではもうもうそんなことしたらもう長打ちキックですわ。もうカーン出てきて長打ちけこれね、長渕キックですよ。勝っていいよね。まあでもそれはやっぱ限られてるやん。あの人らでもやっぱあかんやつはどんどんおらへんようになっていってるわけやから、うん、でしょ。でもまあ一種のマジってやんかライブなんか、うん、ね、うん、だから得ですよね。そうさてなんかでもよう歌間違ってるけどもうみんな気付いてる。まあまああそこ、あそこは別格やわ。抱かれて言わなあかんのに伊達でけえ。それでも東京ドームうわーそらそうやもん。何ぐらい抱けけてて何言ってんの。ツッコミ入れて友達に聞くやつもいない。あんなこと言うなーって言っても何だおんねえ聞いてるやつっていうビデオ出てる、うん、それなんかすごいこと言ってるもん。ああそう尻滅裂やもん。もう痛いとこあるからな。俺分かったんだよ先にやっと分かったんだ、うん、引くところがあるから出るところが生きてる、うん、昔は何でもいいからどんどん前に出りゃいいと思って、うん、でも違う、うん、引くところがあるから出るところが生きてくる、うん、だから結局俺が言いたいのはさみんな幸せにならなきゃいけないんだよ。でもいいんですよ。でもいいんですあの人は。でもいいんですね、うん、それでいいんですよ。ええー、な、あとええのはね自分で作詞作曲しなかったも言えるもんな。なんとでもまあまあまあ、ね、あれ歌手のいいとこです、うん、ほら別にアドリブこれもこんなん全部作家も誰も考えてないでしょ、うん、なんかその嘘のつきようもないじゃないですか、うん、あれも歌手なんてほとんど嘘でしょ。いやほんと今日は歌手に対してなんか毒舌吐くな。歌手はそれができるからね。まあ、演歌の人は特に強いわね。一曲売れりゃもうあんた衣装飯食っていけねえから。もう演歌はええよなあ。ええー、一生飯食れるんやで。一曲売れたらあの人らなあ。なんでなんで家に温泉あんねや。あおかあごめんここも入れてて。あのなそう俺思い出したわ、うん、この間なクソ生意気なんは お前かいやって言うたやろ俺選手。音を消してくれよ。なんでやろ俺いいや見てお前か。あの時たまたま親言うてもうたんやから当然ドカーンとか入ってる思ったろ。あ言うてもらええやんけ別に小田裕二ぐらいお前あんなもん怖がらんでも。ここだけ使って気ぃつけなあかんの。あの永瀬なんとかいうやつやで。あいつは怖いで。はあ。まっ黒ボケなんで。いやいやいや自力で入ってないんだ。お前俺のこと言ってるらしいな。
頼むで、はい、あがきあがき出して、もう嫌やもう。あっつ、大人になるとどうして体が匂うようになるんですか。え、まあ確かに子供ってあんま臭くないやん、うん、大人になるとだんだんいろんなとこから匂いが放ってくるわけですよね。だって脇がなんて赤んぼの時脇が折れてもね、またないもんね、うん、だん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 出てくるんだよな。もうなんか息臭いおっさんとかもおるやん。ほんまにおるよ。もうめっちゃ臭いね、うん、もう誰とは言えへんけど、ほんまあのここじゃないけどさ、じゃあマイクお願いします。くらなんでなんでしょうね。どん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 こう、それはやっぱりおっさんになったらみんなそうなん、おばはんは臭いの。こうやって言ったの、あんまりおばはんにこれぐらい使って、おばはんもでも息臭いで。ほらおばはんの息臭いのは知らんねん。おばはん息臭いって、うちのおかん臭いもん。いや知らんがよ。何々の法則、何々の原則というのがありますが、うん、法則と原則では一体どう違うのでしょうか。法則と原則、これわからない、これ難しいな。方法の方ですよ、 原理の原ですよね、さっぱりわからんな。あね、今あのあれ流行ってるんでしょ、アメリカの方で、うん、マーフィーの法則って知ってる、うん、何やの。あのね、世の中にいっぱいマーフィーの法則があるんですよ。マーフィーな、マーフィーな、どっちなの。マーフィーの法則があるんですよ。何なんかうやむやにしてんな、ね、それは、うん、一般生活の中で、うん、例えばいつも折りたたみの傘を例えばカバンに入れてた、うん、でももう今日はええかと思って家に置いていったら、はい、その日に限って雨が降る、はいはいはい、こういうのマーフィーの法則って言うんですよ。あ、そうなんだ。だから喋る時に短歌しながら喋るの不愉快や。あ、そういうのはそういうに言うね。そういうのマーフィーの法則。例えばほら、小銭をね、うん、100円玉1個、うん、10円玉5つぐらい持ってたでしょ、うんうんうん、ポケットに入れてたでしょ、うん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 、これ俺の考えたマーフィーの法則よ。あ、ね、あ、そうなんや。ほんならもうええわ、気軽に聞いとくわ。チャリーンって音すでしょ、うん、確率から言ったら絶対10円のはずやのに100円なんですよね。うんうん、なんやさ、法則言うて暗闇で、それな、本に載ってるやつ。いやいや、俺の考え。ああ、そうなの。暗闇でパジャマを着る、うん、その時に、なんか裏向けちゃうんか、このまま来たら多分裏向けやろ思って、こっちにしてきたら、電気つけたらやっぱ裏向けんの。ね、あんたの、あんた、そんなリアクション取らんでもね。世の中にはそのマーフィーの法則がいっぱい転がってる、うん、面白そう、面白そう、面白そう。あ、なあなたの考えたマーフィーの法則を8つ言うたってくれ。噂で聞いたのですが、松本さんはリザーブ友の会に入会しているから、うん、そうなの。どこへ行けば入会できるんでしょう。酒屋行けよ。酒も飲まないのに友の会あるか。今覚えている一番幼い時の記憶って何歳の時のどんなことですか。覚えてない。だから今覚えている一番幼い時の記憶。だからそれ覚えてない。ちっちゃい時だって俺だから鮮明に覚えてんのが幼稚園ぐらいの時やもん。その前ぐらいなんてなんやわけわからへん。なんやアホか。いやマジマジマジ、俺はだいぶ覚えてますよ。幼稚園ぐらいの時になんかあの風呂屋の裏行ってラムネとかパクって飲んだりとかしてる、なんかそういう時に。そんなみんな覚えてるやん。あとなんかあの何熱出して、十分でございます、十分でございます。どうもようこそいらっしゃいました。
僕ね、ね、久しぶりに見つけて言わなあかん言わなあかん思ってやっともうこれはね別に今始まったことじゃないのよ。名前をここへ出てきたら忘れてたんですわ。言うて当たり前のに言えへん。なぜダウンタウンが言わないんだと多分ずっと思ってたはずよ。あれやで、ね、お前絶対こういうやつらに乗せられんなよ。だってこいつらどうせ関係あれへんねん。これでもだんだん芸能界干されたりとかいろいろしたってこいつら全然どうでもいいわけですよ。それはそうやな。その辺考えないとダメですよ、うん、言わない、外で言わない。ほんでお前誰やねん。なぜ俺と喋ってんの。客や。やるもなんか自然に会話してんのかな。こんなん初めてですよ。なんか気づいたからちょっとしたティータイム過ごしてたよ。あかんあかん俺はもう、うん、まあまあどう。いやそれはあのね君も多分思ってると思います。いや私思ってたら言いますよ。ほんま、はい、俺じゃないですか、あの、うん、グループであのボーカルがごっついデブのブッサイグなミニスカート履いてボーカルやってんねん。そんな、こんなひどい見てみ。あ、結構売れてんねや。でも売れてるよ、もう顔見たらすぐ分かるって。なんであのミュージシャンの女で売れてるやつっていうのはみんなブサイクなんでしょうかね。違う、俺は別にってみんなとは言うてないやん。あ、ごめんごめん。あ、そういう風にお前よう言うてるやんか。いや今お前が言うたよ。お前せやけどそんなは別に会う機会もないような人間を攻撃すんのはお前それはちょっと待て、ちょっと待て別にそういう意味で攻撃してるんじゃないんやか。お前ね、辛口とか言われてるけども、誰にやねん。誰にやねん、お前が勝手に言うてるだけ。最近あんま辛口と見せかけてあんまり辛口じゃないのを俺は見破ってんねんと。いやいやいや、だから俺何もそんなもんキャラクターにしようなんか思ってないやろ。君はだから何不愉快な思いすんのが行さんおるみたいやけども。まあまあまあ、そう言いますでしょう。俺はおれへんからね。あ、そう、うん、何が不愉快なのテレビ見てて。もうええかなっていう。よくわからないね。なんでやねん。なんでやねん。あいつな、あいつええ人やええ人や言われてるけどな、全然ええ人ちゃうで、あいつ言うとっけど。ちょっと待って。何？いや、それはあなたよく知ってて言ってるわけ。よく分かってますよ。あなたはそのテレビの見た目だけで言っちゃう。違いますよ、あいつは嫌なやつですよ。お前も覚えてるやろ、昔、今から6年か7年ぐらい前に、もちろん東京でも大阪でも俺らが全然知られてない時よ、あの正月番組のヒットパレード。あ、はいはいはい、明治神宮でやった。明治神宮で後ろお客さんバンバン通る前で漫才させられた。そうその前に事前にどんなネタやるんか見せてくれ言うて、わしらお前今やったら絶対そんなもんいけへんけどお前ね、へい言うてやねえ。ね、シックスまで行ったん、おはようございますって言うてやねえ。礼儀正しかった。礼儀正しい言ってんごっつ変わってるやねえかお前。ほんたら人に変わった言いやがって。ほんで CX 行ったらね、どんなネタが見せてもこんなんやな、あの頃ってな。これやったんですよ。ほんであの時確か野球のネタが一番自分らは気に入ってて、野球のネタをやろうと思って、ね、野球ネタやって、まあ、それもいいんだけども、ちょっと野球ネタ以外のネタをやってくれ、うん、なんでですかって言ったら、かぶってたよ、野球ネタをやるんだよ。ちょっとかぶってて、だからお前らは帰ろって言われた。そんなあいつらのせいちゃうやん。あいつらのせいやん。なんで俺らはお前あんな腐れコメディアンのせいでやん。それにしてもそのオイラにネタを変えさせどんなやん、全然知らんかったから、何もんやと思う。で当日正月ね、明治神宮行ったらね、オーラも早からスタンバイしてますわ。朝の早からもう大体1時間ぐらい前から、前からもうさっといいのに、そうそう、ガー明治神宮今やったら考えられへんよね。考えられへんよ。ほんならやね、マイクロバスみたいなんでやね、バー来たんが今のですわ。いや、それはええわ。
普通こうでええやないか。何やろこう。すごかったやって。これほんまそやで。あいつええやつやええやつやけど全然嘘やで。いやそれだけではええやないか。来てやねえ。でなんか何俺がな、もう俺がな、あ、おはようございますって言うたんよ。ほんま俺の方が先輩やん。ね、しかも年も上やん。でもおはようございます言うてんのに何をしとんねんそんな時代に家族作るかすさーすさー怖いでーポケットからジャスすさーてんうるさいほいでやね、これ漫才師いうのはいろいろあんのな、あれ順番って、はいはい、あの見てる人にとったらあんま関係ないかもしれないけど、誰が先行って誰が誰が先行って誰が後行っていうのはね、で結構俺らの人は先輩やねんけど屈辱的や、俺らが先やらされる、俺らべー先行かされてやね、変えさせられたりなんか野球ネタ以外のやって結構その割には受けたんですよ。さあその野球ネタや人にネタを変えさせて遅れてきて挨拶もせんと紙タバコ作って紙タバコ作るさあどんなネタ見してくれんのうちびっくりこいてもうてやなだからまあそれはええけどやなほでお疲れ様でしたって言うてもまたふわドゥルンドゥルン何をしとんマイクロできたんじゃん帰りがないやドンドンドンって笑かすなお前それで一概にあいつはどうやとは言われへんやなんでえななんでえな確かにちょっと出てきた時に人気もあったし多少ちょっとこんな感じになってたかも分かれへんやそれは、まあ、こういうのはもうほんと嫌いですわいや、まあ、ね売れて人間変わるのも最低ですよいや何がお前やんけ俺が俺がまあ一回言うたら、まあ、多分オンエアしてないからあれですけどねあのあれなんですよ一回なんかで言うたねちょっと悪口言うた悪口って言うほどでもなかってんけどなあそう言うたんやなんかすぐピッと来る人やから強いしな強いし楽屋の袖んとこで会うたんや俺あら嫌だほんなあいつあいついつもこんなんシャドウしてんねんおいおいえいやいや一応同期やから年は向こう上やけどただな、うん、俺だって同期やし、うん、備え対して悪口を強いこと言うたわけでもないのに、うん、備え言われる筋合いもないから俺はあの確かに語れへんかもしれんけども、うん、多分五分五分ぐらいには持っていこうと思ったうん、もう喧嘩する気やからだってもうこれやもんあ鼻からねうん、なあお前俺のこと言うてるらしいな、うんうん、って言うから、うん、もう言うてへんよ何やそれとりあえずはとりあえずは言うてへんよお前カモさんかよもう次かましたろ思ってたあ次な次かましたろ思って最初は言うてへんよやお前な次言ったらよお前俺怒らせたらどうなるか分かってんのか来たねー言うたった言うたったうん何や かましたんかいかましたんかいかましたかましたんかいもうかましたんかいそりゃさ3回目やこんなガキほんま言ったれ言ったれ俺とお前がやったらな大人と赤ん坊やそうくるか、うん、そりゃムカつく俺とお前がやったら大人と俺が赤ん坊なんですよパチーパチー言うたらんかいこれから気ぃつけよああごめんな何でいやこれはやねこれはまあ俺が悪いからねああ言うたからそうそう俺がほら悪いこと言う悪いっていうかなるほどなるほど悪く言うたからそのちょっと怒った何も言うてないのに来られたらそんなもんそれはもうそれとか逆に、うん、今俺の悪口を何かのテレビで言うたとしたら、うん、これは俺もあ待ってちょっと待って黙ってへんって言えこれは俺そん時は俺もどうかい何を言うとカナダのビクトリア博物館にあった
こっち似てる。博物館にあった写真らしいんですけど。何人なんでしょうこれ。これ俺や言うてんやろ。うん。ちょっとモニターの近くの人見てみて、似てるよな。じゃあ俺ら映さんねえか、モニター映して。これはよ似てるわ。似てるわ。あのあれやんか、あのうちのマサオは大丈夫でしょうかの時やんか。何。こんにちは、日本一物知りの松本先生に質問があるのでペンを取りました。何や答えだって。秋から冬にかけて西の空によく V 型や Y 型に列を組んで飛んでいる鳥を見かけるのですが、あれは何か意味があるんですか。人に対する暗号なのでしょうか。暗号ならそういうな書き方するから言うんやこいつら。何なんですかで終わっときゃええやないか。鳥たちは一体人間に何を言いたがってんの。いや、そんなことそんなこと書かんで言いたがってない。何も鳥の字になってこう飛びますよね、うん、それはもう群れをなして飛んでるんですよそれ、うん、習性ですわ鳥の、うん、え違います。え違うの。今年の流行りなんです。何年も前からみんな V なんだって飛んでるやないか。ファッションのやないか。ファッション。そう今年は V ネックが流行るでっていう鳥が教えてくれてる。教えてくれてんの。今年は V ネックやねもうあんまり喋れないんでごめんなさい。食いすぎて言いたいんかい。食いすぎて以外もう痛いんですよ。あれやあれやあれや見つけたぞ見つけたぞ。まあいいですわ。どうします。なんでございますか。あのね、うん、ぼちぼちですね、あの恒例の暮れがやってまいりまして。恒例の暮れがやって恒例の暮れがやってまいりまして、でまあガキのスタッフの方からですね、うん、ぼちぼち対決を、うん、やってもらえないかと。さあ何しましょう。あ結局対決やんねんな。まあやらないとこれはまあ言うてもね、うん、おいいですよ、やりましょう。やりますか、うん、さあ今回何でやりましょう。もう高飛びが私に勝てないのはもう百も承知ですから、まあ、それはね僕はまあまあ負けてエビアンまで行きましたからね、はいはいはい、それはまあしゃあないんですけど。さあ何を今度はやりましょう。まあ私今回は何させてもらってもいいですけども。あほんまに。ええ何ですか。マラソンかなんかしようか。いやそれは僕は俺決めていいかな。いやいやお前結局めっちゃめちゃ自信のある高飛び台でわがわが買っといてやな。いやだから今回俺は決めるわ。あこテトリス。俺テトリスめちゃめちゃうまいねん。ほんまにうまいねん。だからできへんで。テトリスと言われてたんやから。それはどうか知らんけど。テトリスはやらないやらない。やらない、うん、やろうや。いやいや、まあ、マラソンしよう。マラソンはな、うん、見てくれが汚らしいやんか。なんで。いやマラソンやってる人には申し訳ないけども。どう汚らしい。なんかもうあれがね一応僕もアイドルっぽく打ってきたから。なんでやねん。ああいうのはちょっと嫌なんですよ。いやいやいや乳揺れるしねあんまり。お前太ってないやん。いやいや、デブやったら乳揺れるけど。やっぱテレビでボイン揺れるのは俺もやっぱ。いやだからないんすよ。お前かんね担ぎで言っとるやないか。お前が前回それできたんやから俺がって来るわやろそんなもん。マラソンやろ。マラソンは僕ちょっと休むわ。いやなんでやん。当日休むわ。なんで休まなあかん。約束あるわそれ。だこれ今休むことや。もうその前にちょっと約束していくから。いやその前にやないよ。今約束してんねん俺は。マラソンはちょっとやめようや。なんでやん。そう違うで君負けるし。ほんなら挑戦させてくれや。え負けるって分かってて俺に挑戦する。そう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 。で勝ったら、うん、あお前結構やるやんけ、うん、それで終わるか。なんで俺が納得せなあかん。マラソンはダメ。いや何がダメ。お前そんなわがまま許せんぞお前。テトリス。テトリス。前回俺は飲んだんやからお前の。テトリスマラソン。いや違う、マラソンの方がいい。なんでやねん。やばい距離走った方が。お前ずっと3年間高校の時走ってたからそんなこと言うてんねやろ。なんで待て。お前だって高跳び思っきり自信があるから俺にやろう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 ってわざわざこんなわけのわからんわけのわからん飛び方はお前やな。いやだ
だから今回はもう俺の意見取らせてもらって、マラソンもうマラソン、だから今マラソンって今言うから、ここでまあ決定じゃないやん、一応案としてマラソンね、だから間取ろうや、俺は 100m がええねん、まあマラソンがええ、うん、俺が言うてんのは 100m やん、ね、お前が言うてんのが10km ね、10km でしょ、うん、その間を取って、うん、テトリスかな、だから今のがコマーシャルこれ一発目しよう、マラソンはほんまにやめようって、思うないって、いやそんな関係、そんなん関係ない、いやそんなん関係ない、だからそんなんどこ行くねマラソン、ほんならほんならお前マラソンやめて、俺の言う意見もやめて、なんか他のもんにしよう、マラソンはもうあかんって、いやいやそんな側は通れん、だから今俺の意見はマラソンや、だからここで決める言うてない、また次の取りの時もまた話し合いしよう、とりあえず今言うてるだけやんけ、今マラソンね、一応マラソンやね、じゃないと前回俺が高飛びやったら意味がなくなってくるからね、あん時お前あんだけ自信満々でやな高飛びや高飛びや言うて、じゃあ俺罰決めようや、罰を、あ、先罰決めようか、うん、罰やな、うん、何しよう、でもだからそれちょっと危険なことしようや、ちょっと命張ったこともやらなあかんで、これから、いやお前何にもしてへんやん俺はお前バイク日の輪くぐりとかいっぱいやってきたけどお前ほんまにやったやったら言えやったかな、お前やってないがな、お前何にもしよう、俺今までどんだけいろんなことやってきたか考えたら、芸能生活12年熊と戦い、いやだからほんまに戦ったやったら言え、バイクで階段上がったりあれはバレたるやんあれはバレてるやん、ほんまや、なんかせなあかんで、いやもうええがな、負けたらやったらええやろ、あれは1週間そう海外行くのも大変やんか、うん、だから一人ぼっちの一人で暴走族作るねっていう名前のもう突っ裸でブルブルブル湘南捕まるわ父ブルブルさせてない言うてるない言うてるやん、でもねもうねぼちぼち考えなあかんのよ、もう11月終わるやろ、そうね、でも12月入るから、うん、もう来週ぐらいには決めない、決めないから来週来来週ぐらいに決めないから、なるほどね、うん、だからその今のうち練習しといた方がええよ、いやせえへんけどそれだってなんかでもな、それがあなたの絶対やるじゃん、そんなこと言うな、今ええこと言うたやないか、誰がええこと言うたやん、だから罰ゲームどうすんねんや、罰ゲーム、うん、だからあれやんけ、危険なことや、スカイダイビングよりももっと危険なことや、トラとスカイダイビングどうやってすんのトラって、だからトラにパラシュートついてるからあいつの判断は何もないぞ、だからお前先落とすねん、生身で、でトラをパラシュートつけたらトラを落とすから、助かろうと思ったらトラに噛まれるしかない、噛まれたら今ええこと言うの長ましいわ、スカイダイビングはもうええやろ、もう一回やってんねやろな、いやスカイダイビングはええよ、だからスカイダイビングぐらい怖いこと言う、ほんならお前バンジージャンプやるやん、お前な、お前はそういうことを言うけどもな、そんなな、相方がな、うんこ漏らしてるとこ見たいか漏らすか漏らせんかやってみな分かれへんやないかい、俺は自分のこと自慢やないけど一番よう分かっとんの間違いなく漏らす男やその漏らしたうんこちゃんと取ってくれんやったら俺はやるで、いや取るわな、放送できへんやん、うんこ漏らしたとこなんてどうせカットすんの分かってんねん、悲しいやん、うんこせっかくしたのに大丈夫、俺だってお前のスカイダイビング上ついてた時にもちょっとケツヒクヒクしてヒクヒクしてただけで別に漏らすかどうか分かれへんやないか、いやいやもう結構来てたもん、ワーンゼロ、あ、病院に入ってたんじゃないバーンって耳元で外人言うてたもん。もうクリスマス何してんの？え？クリスマス何してんの？いや、なんでなんで照れながら聞くね俺に。照れるな気持ち悪い。俺
な。でもな、毎年思うねんけど、クリスマスってみんなウキウキしてるけど、はい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 、ちょっと教えて、クリスマスってみんなどうしてんの。なんかクリスマスやからってなんかするってことってない、何もないやろ。それやったら俺はあの節分の方がまだやることわかるな。それはなんか決まってるというか、決まってるもん、やらなあかんことあるわけやん。それをクリスマス、彼女が節分の日空いてるって言われてね、もう空いてるよって言ったら、もうわかるやん、何を言わんとしてんのか。まあね、ああ俺鬼やらなあかんねんなって、わかるわけやんか。わかる。ところがクリスマスの日空いてるって言われて、ああ空いてるよって言っても、果たして俺は一体そいつに何をしてやったらいいのかね。ケーキ買うてきて火つけて、いやお前そのケーキに火言うのにこだわりすぎやわ。でもそうなんでしょ、みんなカップルは恋人同士とそうするんでしょ、ほんでパンパンパンとか言ってシャンペンパンやる。ほんでお前が渡しよるでしょ、取るでしょ、ねで、こうまた渡すでしょ、まあ、取るでしょ、開けるやん、開けたらええやん、開けた、開けた、ほんで、うわ、ありがとうってパッと置くでしょ、こっちも開けてありがとう置くでしょ、これでまあ2分ぐらいのもんですから、全体入れたって5分で済む話。それをクリスマス空いてるって言われて、なんて言うんですか、それ終わってしまうじゃないですか、それでも終わりでしょ、その日は。いや、だからクリスマス、例えばずっと1日一緒におってほしいとかさ、一緒におってほしいだって何やの。別にお前に漫談せえとかそんなこと言ってるわけじゃないの。なんか面白いこと言うてえって素人みたいなこと言えへんやろ。素人みたいなことただこの今おるこの日はクリスマスなんやっていう。かわいいな。今おるこの日はクリスマスなんやっていうので、またちょっと気持ち違うんでしょうな。もう普通のセックスよりもその日はまだよりまた違うんでしょう。もう部屋なんか撮ってたら、もうあんた夜景感が見えるとこでもう窓にベターン張り付かされて、まあもう十字架や。キャンドルや、キャンドルや、キャンドルバーン。裁縫箱の片隅にひっそりと潜んでいる糸通しに書かれている人は誰なんですか。全然知らん。え、これ顔かなついてんの。全部知ってんの。いや知ってますよ、それ教えてください。ただこれもまた質問の仕方が僕はおかしい。あ、なんでなんで、どういうこと。あの糸通しに書かれている人は誰なんですか。うん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 、別に書かれてるわけじゃないんです、こういう人なんです。いや、いや人やないやろ、うん、こういうこういうこれピンクレジそれみーちゃんけいちゃんパパパパパパラララの人なんです。いやいやいや、こういう人なんです。いや人じゃないよ、こういう人なんですよ。でどっか東南アジアかなんかにおんのよ、こういうやつが。いるんですよ、こういう種族が。何が種族や。芸能界一の大金持ちは一体誰なんですか。サブちゃんとか。サブちゃんはやっぱすごいんかね。サブちゃんの家でかいぜ。いや、あの辺になってくるともうあれでしょ、サブちゃんぐらいになってくると一個じゃないでしょ。まあ多分ね、もういろんなとこにそのなんていうの、チーラシーンじゃない。1個じゃない。ただね、メインの家がすごいよ。メインをドーン建てて、うん、あといろんな温泉宿とかにチーラーシーン散らしてんのかね。散らしてるんですよ、まあ、やっぱすごいもん。あの辺ぐらいだったらやっぱすごいわ、うん、俺たちのオーレに何か一言お願いいたします。俺たちのオーレ、うん、だいたいお前あんなもんメインが悪いって。おら、毒吐いてきた、おら。誰ですかあれ。あ、寒いか。
大丈夫、超四ピルが、あ、なんかぶつかったんですよね、どっかに。ほんで警察行って調べたら無免許やったんですって。無免許でしょ。ちょっと酒飲んでたんでしょ。あ、それは知らんわ。あ、そうなんや。そう、はあ、もうあっこまで行ったらもうええー、いてまえや思てやったんかな。俺は超四ピルや、ね、我が国で何しようが我慢かい。俺は超四ピルや。ああ、車乗って何が、無免許何が悪いの。酒飲んで何が悪いの。俺は超四ピルや、ちょっと酔ってるとか言って。まあそこへ来るか。ちょっと本当復帰できへんかもしれんって言ったよ。ほんまに、うん、超四ピル。そうですよ。あなたは帰らないですよ。我がが帰れへんの。ニュースなんてほんまどっからどこまでほんまただでもぶつかってるっていうのは事実でやっぱり報道になってるわけやから、うん、ほらまあな、うん、さあけどあれやで、みんなあの新聞とか読むでしょ、うん、週刊誌でもそうやけど、あんなもんほんま信用したらあかんよ。どこまでほんまか。いやほんまにほんまに。だってあのほらあれやんか、たまにあるやろ、誰かが殺されて、うん、あの殺した方がもちろん悪いわけですよね、それはまあ間違いないんやけども、あの殺された側の何々さんっていう写真がこんな感じですね。でも何々さんなんですよ。いやそうやけど、そんな写真はないやろ。殺されたのにがっつりこんなやつやで、殺した方は殺した方の何々なんだ。これは稀なケースやろ。うん、超四ピルはもういいですよ別にね。あんなやつ別に折れへんかったって全然困れへん。超四ピル折ってなんかあるか。アホ、お前超四ピルにも追っかけはお前おんねんと。折れへん折れへん、日本でも女お前のファンなんかおるかいうやつ山ほどおるがな。俺あいつのファンは絶対折れへんと思う。え、誰誰誰。おるあんか。おると思う。おるんじゃないですか、やっぱこれに魅了されて。やっぱり気ぃつけないとね、タレントである以上ね、やっぱり酒飲酒運転とかやっぱり、うん、まあ、もう酒飲みませんからね。俺なんか酒弱いけど、うん、コップ一杯のビールでは絶対絶対大丈夫よ。そりゃフラフラすることもないしやな。でもあかんのよな。そう、一応ね、捕まったことないじゃないですか、検問とかでも別に。普通に飲んでなかっても別に大してそんなことないし、一回ちょっとあったんですけどね。免許証ない時にほらバーしてて高速ファーッと降りたら検問してる時ない。ある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 。降りたとこで検問してんねん。タック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 。あかん、もう俺あかん、このまま行かん。なんかほら新聞の見出しどんなんやろとか考えながらタックタックタックって言った時にピンヒンと開けたら、あ、あの飲酒ですって言われて、だから免許証提示はなかったわけよ、うん、無免許やのに。飲酒ですって言われて、はい。はぁ、あ、ごっつ怖いやろそんな時。めっちゃ怖いよ。ちょっとはぁしてみ。はぁ、お前無免やなって言われて、怖いやん。それは絶対ない。それは絶対ない。最近の警官はあんまりあのタレントやからであんまり容赦ないよね。いや、パッともし検問でやっててパッと開けたら、ああとは言いよんね、うんうん、仕事の帰りですかと、うんうん、はい、うん、免許証、うん、あ、やっぱり出さなかった。もうちょっとなやってくれたらええのにな。そんなこと言ってたらこの人なんてもすぐに。こんなもんしゃあねん、一般人やし、お前大将おもろないんやから。いや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 、おもろかったらええんかい。ほんなら、おもろかったらええやないか。お前そんなもん。だからね、あんまり信用したらダメよっていう、そういう新聞のああいうのね、まあまあ、絶対信用したらあかんよ。まあね、でもぼちぼちお前もまた狙われる時期やからな、サイクルから言ったらな。いやそれは俺もな、もう絶対俺な来年決めてん、うん、もう女遊び一切せへん。今まで山ほどしてた言うて。
一人女を見つけて、うん、何回もデートすんねんけど一切手出せへん。お前が我慢できるか。そんなの何が手出せへん。そしたら女は一体どうなるかっていう一つのなんていうか実験をバーカ部屋まで行ったりとかしても、うん、そしたら俺はここでもうそろそろ帰らない外でおてもってやると、うん、女はだん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 おかしくなってくるかもわからないわけですよ。それを毎日毎日ノートにデータとして取っていくわけですよ。ぼじぼじデコの辺が青くなってきた。なんでやそんなこと毎日されてたら女って変色してくるあーせえやお前妙に水を欲しがったとね、あ今のいいなそれ面白い結果が生まれるんじゃないかなと私来年ちょっと思ってるんですよ、ね、何を言うとんねんどうなるんでしょうでも女の人っていやでもそうなってきたらそんなに自分に興味ほんまないんちゃうかとか思えへんそんなことはないねそれはもうすごいプレゼントもするしいつも好きや好きやって言うんですよ車で走っててもホテルがあっても入んねん、うん、入んねんけども、うん、何にもせやれへんもうそこまで行ったらやれへん。そういうのがどん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 1年ぐらい続いたら女はどうなるか。それかあのなんやこいつおかしいそんちゃうかとか思われへん。そう思われへんように、うん、ホテルとか入ったら、うん、あのちょっとシャワー浴びるって言ってブワーシャワー浴びんのかい。シャワー浴びて何しに入んねんそれ。ガーピンコ立ちで出てくる。押す。いやなんで押すよ。一緒に入ったのにオスやないやろよろしくとか言うの何がよろしくそれ何がよろしくやねんお寿司もよろしく何を言っとんねんおいでもうブワーッてブワー行こうか何やねんってなったらもう女としてはわからないわけですよシャワー浴びたんやったら家帰るまで我慢せえよ自分のことは好きなのは間違いないよろしく言うてるはいはいはいな、はい、多分ね多分1年ぐらいだったらカーッやってしろーはがき何やお前お待たせしましたいやお前は待ってないぞえ何どうしたの何やこの子見てくださいでかいな君はい麻生あゆみです19歳94年旭化成水着マスコットガール麻生あゆみですうるさいな身長173センチバスト88ウエスト62ヒップ89今日は180ぐらいあるんですよ、ね、えよう喋るなお前でかいよ俺父のとこちゃうかでかいよ頑張ってくださいねはいどうもありがとうございましたどうもあ自分の男っぽいところ女っぽいところ教えてください女っぽいとこあんの自分そらありますだって俺お風呂入るとき大体こうお前アホかいや男っぽいとこ男っぽいとこ基本的に俺はずっとそう男って言うたらもう俺っていうぐらいのねそうねうんまあ葉巻は絶対話せへん嘘つけよお前山城かお前俺はかなりの無茶やってきましたよそういうのババア芝居たりとか言ってやめたれババアはあかんやろババア芝居たるよお前あの水牛の角を折ったまず親やねんもういっぱいやってきたもんそういう意味で水牛ってお前どこにおったんやなぜ鳩たちは駅のホームに集まってくるのでしょうか駅のホームではならいけない理由でもあるのでしょうかそれでも陰で操る何者かが鳩たちを集合されてそんなん折れへんいやないか操ってるやつなんかおるわけなぜおかしいよね確かにね鳩がよくあの駅に集まるよねというかほらなんか駅前でもそうやんなんかそういう人が集まるとこ行ったらなんか食うもんあるわとかって思ってくるんちゃうのうんそやけども、うん、駅だけじゃないやんかお前
人が集まるとこ。いやまあそのホームもそうやけどもさ、ボイス93も人が集まる、あれ集まったのヨーロームあるんや。あ知らねえ。いっぱい集まるとこはあんのにもかかわらずなぜ駅なのかっていうところに、まあ誰かが操ってるわけはないわけで、ね、そこんとこどうなの。それはやっぱ誰かが集めとるんでしょうな。何の目的で集めてるわけ。ハトを、うん、え、どういう意味。何者かが集めてるわけでしょ。そう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 。何の目的で集めてるわけ。それ、あーは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 ー、あのね、うん、コレクターっているじゃないですか。何を。切手を集める人、はいはいはい、はい、またはこの記者の写真を撮るって集める人、はいはい、いますね。そういういわゆるコレクターなんですよね。その何者かっていうの、そうそうそう、うん、で鳩コレクターっていうのがいるわけですよ。はい、で、はい、で全国の鳩を集めてはそのたまにこう、あー懐かしいなーっていう。何の感想だ。何が懐かしい。裏見てどうなったの。鳩しかも裏見とかたまにね、そう集めてよ、わー修学旅行行ったなーって。なめえなよ。わからんかな。わからんわそれは。君らあかんわ。そんなぐらいわからんよでは。いやいや、あかんのはこの件に関してはお前やぞね。駅のホームの椅子に座るところにちっちゃい穴が開いているのですが、あの小さな穴は何のために開いているんですか。決まりなんじゃん。そんなバカな話があるから。お前に言われたなよ。この後何言うんかなぁ思って。お前ら人が、ああそうかと思うようなことを言え。じゃあそれはお前の役。それはお前や。あれなんで開いてるか。あの君その楽園とかパラダイスっていうこと知ってる。いや知ってますよ、うんうん、でそういうある島がありまして、それは俺今まだ言われへんねんけども。なんでやねん。いやいや、そこにそのまた、いや、その椅子に穴開いてるのと楽園はもちろん、もちろん関係あります。そういう島があるんですけども、そこの島にはこういうやつがいっぱいおるわけですよ。いや、それ椅子でしょ。あ、こうなったらもう椅子やで。なってるの。いやいやいや、穴ないんです、まだここに段階で。え、あ、生きてる時は。生きてる時はで、わーわー、毎晩毎晩飲めや歌えの大騒ぎ。悪いやつがいましてね、これをこう打つやつが。バーカ。よく弁当などに入っている芝生みたいな形をしたものは何なんですか。いや、これは当然その仕切るわけですよ。なんで仕切らなあかんのですか。なんか味も染み込んでまうがな。こっちなんか煮たもんがあって、こっちなんか炒めたもんがあったらなんか変な味になるがな。当然ですよ、そんなの。でもなんでこんな緑のこんなんじゃないといけないのかっていう。いや、まあそう言われたらそうだよ。なんか秘密があんのか、それに。ん、なんかあんのか。もしかしたら。いや、別にないないんか。